ポーラメイウィークスはトリニダード,ド・トバゴの放送。2018年よりトリニダード,ド・トバゴ共和国大統領を務める T&T 初の女性大統領であるトリニダード,ド・トバゴの首都ポートオブ・スペインで高校を卒業後、1980年にバルバドスの西インド諸島大学警部ヒル校で法律の学位を取得し、1982年に T&T の戦闘がスティンにあるヒューウッディング法律学校にて法学教育資格を得た。その後11年間公的機関に勤務し、1993年に個人開業した。1996年にはトリニガード高等裁判所の判事に任命され、2005年からは11年間コース裁判所の判事を務め、2016年に退任した。 2012年8月には最高裁判所長官のウェンデルカンガール判事が交通事故で負傷したため彼の代理として一時的に長官を務めている。2016年9月よりタークスカイコス諸島に赴任し2018年1月に退職した。2018年1月5日、ウィークスはキースローリン首相率いる与党人民国民運動より大統領候補に推薦された。 前首相のカムラ・パサード・ビセッサー率いる野党統一国民会議もウィークスを支持した。選挙当日までウィークス以外の候補者が現れなかったため無投票当選となり3月19日に第6代大,大統領として就任した。就任式はポート・オブ・スペインにあるクイーンズ・パーク・サバンナにて催された。トリニダード・トバゴで一人目の女性大統領であり、 A 連邦王国時代から考えると、エリザベス2世に次ぐ二人目の女性元首となる。2021年に、警察サービス委員会の人事をめぐる混乱で議会に、大統領弾外決議案が提出されるに至ったが、10月21日の採決では、賛成24、反対47で否決された。ポーラメイウィークスは結婚しておらず、子もいない。 母親のフィリスウィークスもかつて裁判官だった。ロバートという弟がいたが、HIV 感染による腎不全が原因で2000年に37歳で死亡している。ありがとうございます。